LTV です。先シーズンの LTV からさらに柔らかくなって軽量化されました。脚力のない人でも簡単に板をしならせることができます。柔らかいだけでなくしっかり反発もあるのでどんなトリックもやりやすいと思います。弾き、乗りの基礎系の技はもちろん脚力に自信のない女性の方におすすめしたいとなっております。ぜひ試乗してみてください。去年の LTV に比べてかなり柔らかくなっています。少ない力で反発をもらうことができるので脚力の弱い方でもしっかりと高く飛ぶことができると思います。また軽さがあるため空中での操作性がとても高いと思いました。女子でもロックやシャッフルに挑戦しやすいかなと思います。リフトに乗った時点で板がもう軽いなって、トリックで、まあ、飛び系アンディとかのおりもすごい反発がバコンともらえてたのがすごい打ってて気持ちよかったです。軽くて私が今乗ってる板より柔らかくて乗り系がちょっとやりやすいなと思いました。乗りやすかったです。柔らかいんですけどその中に張りもあって飛び系も乗り系もしやすいなと思いました。ノーリーが特に反発が来てめっちゃ良かったです。乗り系も飛び系もエッジがずれないのでやりやすく良かったです。デザインがすごい好みで可愛いです。始めたばっかであんまりなんか乗るのに慣れてないんですけど初心者の方でもすごい乗りやすくていい板でした。基礎の方をさせていただいたんですけどすごい基礎もしっかりできるいい板ですし飛びも乗りもすごいいい板やと思ってます。